断罪の時です。リムル様、緊急事態です。どうした？ペガサスです。おお、この世界にはペガサスがいるのか。ペガサスに武装した騎士が数百機こちらに向かっております。まさか英雄王カゼル・ドワルゴ。いかがいたしますか？戦ったら負け戦になるだろうし、できれば争うのは避けたいんだが。問題ありません。蹴散らせばよいのです。おいおい、いざ戦闘となったら住民の避難を優先させよう。その間俺たちで時間を稼ぐぞ。これはガゼル王、お久しぶりでございます。久しいな怪人。それにスライムよ、いや俺を覚えているか？そう緊張するでない。今日の俺は一詩人としてやってきたのだ。詩人って？あくまでも建前だがな。そうでもせぬと出歩くことなどできぬ話や。ということは普通に話しかけても文句はないよな。当然だな。じゃあ最初に名乗っておく。俺の名はリムルだ。スライムだが、スライム呼ばわりはやめてもらおう。これでも一応はジュラの森大同盟の名士なんでね。で、何の用だ？単刀直入に言おう。リムル、貴様を見極めに来たのだ。見極めに？俺の剣で貴様の本性を見抜いてくれるわ。あ、この森の名士となったなどと洞を吹く貴様には文というものを教えてやらねばなるまいしな。その剣が飾りでないというのなら俺の申し出を受けるがいい。おや、まさか。本気で戦ってみるのが手っ取り早いであろう。よし、その申し出を受けよう。俺を洞吹き呼ばわりしたこと後悔させてやる。立ち合いは私が行いましょう。まさかドライアド。我らが森の名手に対し傲岸不遜ですよ、ドワーフ王。名手たるリムル様を洞吹き呼ばわりするなど、この森の民を敵に回す覚悟が終わりなのでしょうか？森の最上位存在であるドライアドが組みするなど、貴様を洞吹き呼ばわりしたことは謝罪するぞ。それに事情もおぼろげながら読めたわ。じゃあ。だが貴様の人となりを知るのは別の話。ああ、立ち合い人も決まったならば、あとは剣を交えるのみ。ああ、そうだな。軽く勝利して今回の件をきっちりと説明してもらうとするわ。俺に勝てたなら答えてやるさ。はじめ。この力見極めてやろう。皆様は私がお守りします。この俺を御するか。いかがでしょう？お任せを。逃がしません。加減はせんよ。いかがでしょう？畳みかけます。加減はせんよ。
しみいただけると思いますね。終わらせましょう。さあ、断罪の時です。エアリアルブレード。森のことは何でもお見通しですの。いい腕だ。終わりにしましょう。アリアン、こんなこと。我が働き、ご覧いただけました。さすがに強いな。しかし、簡単に負けるわけにはいかない。その構えは。行くぞ、リムル。おぼろ、四天王雷。それまで、勝者はリムル・テンペスト。剣を交えてよくわかった。お前は邪悪な存在ではない。納得してくれたのかな。それにしても、よくぞ俺のおぼろ地点号来を見切ったのだよ。見事だったぞ、リムル。いや、偶然だよ。その技、俺の師匠が使っていたのを見たことがあるんだ。訓練でよく打ちのめされた。それだけの話だ。なんだと？まさか、その師匠というのは。ほほほ、お見事でしたな、リムル様。ケンキ殿。300年ぶりくらいかな。森で迷っていたあの時の小僧が見違えたぞ。あ、いや、失礼、ドワーフ王。わし以上の剣士へと成長したようで頂上ですじゃ。ケンキ殿にそう言っていただけるとは。ハクロウが師匠だったのか。本当、世の中どうつながっているのかわからないもんだ。なるほど、オークロードを倒した謎の魔物集団の調査だったと。それが敵となるか味方となるか見極めにな。リムルよ、聞きたいことがある。おう。俺と盟約を結ぶつもりはあるか。うん。お前がもしもこの広大な森を全て焼酎にできたならば、我が国をも上回る富と力を手に入れることができよう。その時に後ろ盾となる国があれば便利だぞ。願ってもないことだが、いいのか。それは俺たちを、魔物の集団を国として認めるのと同じだぞ。無論だ。それとこの話、我らにとっても都合が良いのだ。相応に利益がある話だぞ。断る理由はないな。喜んで受けたいと思う。よし、で、お前たちの国の名は何というのだ。あ、国の名前だと考えてなかった。ジュラの森とリムル・テンペストから名を取って、ジュラ・テンペスト連邦国だ。ジュラ・テンペストレスト連邦国。おお、さすがリムル様です。では国の名前はジュラ・テンペスト連邦国、この町の名前はリムルといたしましょう。え、中央都市リムルです。おいおい、それはちょっと恥ずかしい。中央都市リムル、それ以外にありません。そうだな、我らの町にふさわしい名だ。決まりのようだな。この日、歴史にジュラテンペスト連邦国、そして中央都市リムルの名が初めて登場したのである。弟弟子よ。おう。聞け。やれやれ。ん。
く。